本日2023年、10月の22日、本日琵琶湖の撮影に行ってきたんですけども、暗くてよくわからないと思いますが、今、向こう側の、生瀬大橋のところに来ています。でちょっと、確認事ですね、この位置に河川水門開閉式ダム発電を設置してよかったかどうか、向こうの方までまだ、平地続いてるんで、もう一回ちょっと確認します。向こうまで行って、で最終的には甲府橋あたりのところまで、歩こうかと思っています。こちらが、生瀬大橋、まあ、見えないと思いますけども、まあ、あちらが宝塚の方の橋なんですけども、その中間地点です。やっぱりなだらかですね。もうちょっと向こうまで行ってみます。こちらが、先ほど映していた蓬莱橋という橋なんですけども、まあ、ちょっと河川の横幅は広いんですけども、まあ、こちらの方で、高さ8メートルぐらいの河川水門開閉式ダム発電で、1×1、3×3、5×5、まあ、そういった形で、まあ、組みましょう。で、向こうの方に、まあ、南甲府橋へ向かって、ストレートまっすぐで、地下水流トンネル発電、まあ、基本的に使うのは 1×1 みたいな形になってくると思います。あのちょっとやそっとの雨じゃあ、その 1×1 と 3×3 と 5×5 全部同時に使うことはまずないので、まあ、雨の時に貯水するような形になってきます。で、下流から上流まで溜め込むような形で、まあ、あの 1×1 をと、まあ、とりあえず、まあ、向こうの方は、北の方は、上流の方はあの西宮市の清瀬台というところのふもとまで、水位が到達するぐらいになるかと思います。で、その水圧であれば 1×1 でかなりの水圧がかけれて、まあ、1秒間の発電量が、数万キロワットの、発電量のものを、備えていくと、あとはギア比で、上げていって、回すと、まあ、そういうような形ですね。そういったものを、何機も、貫いていくと、まあ、とりあえずメートルとして100メートルや、100メートルか300メートルで一旦作って、まあ、後で継ぎ足したらいいですから、とにかくストレートでまっすぐ、力が加わりやすいように、作りましょう。でこちらからまた、南の方、歩いてみます。どのあたりでまた水を溜めるのが適しているか。橋の下にあのメートル表ありました。5メートルでいいです。高さ、水門の高さ5メートルで十分です。どれぐらいの位置か確認できました。ちょっと映ってないとは思いますけども、5メートルで十分です。蓬莱橋から次の橋を越えて、あちらの方に、橋が見えてるんですけども、まあ、何かネットは見えますね。ゴルフ場の打ちっぱなしだと思うんですけども、こちらが見えてるところに来て、でこちらなんですけども、落差が、2メートルほどある、状況ですね。でもう少し左手の方も、だんだん上で5段か6段ぐらいで、小さな落差が、10センチぐらいの落差が5段ぐらいですかね。まあそれぐらいで続いてますよ。で、こちらの方の河川を、V 字型に中央に水が集まるように加工して、で中央のところで、1×1 で、中央から斜めに、傾斜をかけて、あちらの底のところまで、地下水流トンネル発電ですね。基本的にその通常値の電力のことを考えています。まあ、もう少し、南の方が行ってみます。先ほど撮影していたところ、遠くから見えてたゴルフ場の打ちっぱなしのところに来たんですけども、まあずっとなだらかですね。で最終的に河川水門開閉式ダム発電をどこに設置するのかっていうところで、今はもう少し下ってみようかなと思います。あの橋はもしかしたら甲府橋かもしれません。最後ある程度水、高さ2メートルでもいいから貯水して、先ほど あの斜めの傾斜を使って 1×1 のところまで水位が来るかなどうかなのところまで、水溜め込んでいれば、まあ、雨の日とかは、それなりの水圧で、回転扉と回るはずなんで、一番最後、海に近いところで、
作っておきたい。ただし台風が来た時にその水面がどれぐらいの高さまで来るか分かりませんから、ある程度までの位置に設置します。ここでもちょっとだけ段があるみたいなので、まあ暗くて全然見えないとは思うんですけども、まあ、一応これ河川下階段ついてるんですけども、これ歩いて行ったはいいけど今度登ってくるところがないとか、まあそういう風な例とかもありますからね。ここはそうだったんですよ。撮影した時最後の方日が暮れて真っ暗になってたと思いますけども、こういう風な下のねところ芝生のところ歩いてたんですよ。で突き当たり行った時に左の方にその芝生の坂をそのまま上がっていって、なんとか舗装した道路に出て、こういう風なで、そこから横に芝生の何かこう人が通ってたような跡のところをね歩いて通って脱出したと、まあ、そういうような状況なんです。でこちら河川もともと幅自体は本当はここまでなんですね。ここまで大丈夫なところだから、その下のところじゃないから、まあ、これ明るい時に説明しなかったら分かりにくいと思うんですけども、河川の両サイドにその芝生で、歩けるようになっているところ、三本道だから、まあその辺のところまで別に水に浸かっても全然問題ないんで、大雨の時だから、まあここまでも川幅広かったらもうまず間違いなく大丈夫ですね。作り方とかも見てますから、自分で今歩いて、昔テレビのニュースで昔の映像が混ざってるせいもあるんでしょうけど、まあ各都道府県が未だにこういう風な工事をしてないっていうのもちょっと考えれないっていうのが正直な感想ですね。でただ西宮、阪急西宮北口のところまで行くと、一応宝塚の駅からはある程度高低差はあるんですよね、何メートルかの。だから、まあ、その辺りが最終地点かなという部分もあります。もうちょっと歩いてみます。この辺りで1メートルほどの、1メートルかな2メートルほどの落差ありますね、河川に。まあ、あちらが先ほどのもう見えなくなっていると思いますけども、まあ、ゴルフの打ちっぱなしのところから、まあ、ちょっと歩いてきたところですね、1キロぐらい。南の方に先ほど電車が通過してましたので、とりあえずそこまで行ってみます。向こう側の神戸橋に来ました。交差点の、表示で、神戸橋という文字が見えます。まあちょっと映像では見えてないと思いますけども、あちらは、新幹線で、こちらが道路です。でこの地点に河川水門開閉式ダム発電、2メートルの高さの門を設置で、あとは、ストレートに、何百メートルか 1×1、あと 3×2×2、2×2 を、複数用意みたいな形になるかと思います。大雨の時のケースを考えると、だから、まあ、1回門設置して貯水して、まあ、何メートルまで、何百メートルまでその地下水流トンネル発電を、設置するのかっていうことになりますね。だからその大雨の時にどれぐらいの発電量を求められるのかとか、そういう風な話にもなってきますので、まあまあ、とにかくさっき 1×1 を何百メートルか作ると、で発電機を、何十台か、設置すると、まあ、何十台か何百台か設置すると、まあ、こういうことになります。これ以上南、その水の抵抗のことを考えたら、もうこの辺の神戸橋ぐらいが最終地点で良いかと思います。以上です。一応もう少し南の方まで歩いて見てみますけども、多分ここは最終地点になると思います。もしかしたら変わるかもしれません。神戸橋から、向こう側駅へ向かって歩いてるんですけども、やや段になってるところが河川にありました。で、まあ、やや段になってるところがあるっていうことは、まあ、地下水流トンネル発電式で、作れると、ある程度の距離までは絶対的にそうになります。で、まあ、水の抵抗を、受けないで排出されるという形になります。あとはまだこの先どれぐらい落差があるかとかですね、あとはその辺をちょっと確認します。ただもう神戸橋のところで、橋の下のところで水の量が極端に減っているので、多分そこまでに来るまでに河川の底に水が明らかに染み込んでますね。
で一回コンクリートで、まあ、固めなきゃならない。その前に一旦土砂をかき出して両サイドに固めておいて、河川の中央部をコンクリートで固めると、まあ、こういうふうな作業が必要になってきます。甲府橋から、向川駅の間のところなんですけども、かすかにあの水の音が聞こえますんで、多分段差のあるところがあるみたいですね。もう一箇所